ヘライは、青森県新郷村と十和田市の境にある山である。最高峰の三津竹と大駒ヶ岳を加えている。三津竹は、十和田湖方面から見ると、正三角形のように見えるが、十和田市方面から見ると、ピークが三つに見える。これが三津竹の三名の由来と見られる。地元住民からは、親しみを込めて単に、岳と呼ばれる。右の写真では、 左の三角形の山が三津岳で、右の山頂が平たい山が大駒が岳である。両山の暗部手前に見える山が大文字山である。平井岳は東北百名山に選ばれている。三津岳山頂には一等三角点がある。山岳より船林、岳川林、笹自然草原に移行し、山頂付近は一井や峰屋見群落島で構成される。 帯の植生が分布している特に山頂付近の一位や米つつじ群落は規模において青森県では貴重で特に自生する YC 一位林は重要視されている。そのため山頂付近は青森県自然環境保護条約により保護されている。また、大駒が岳登山道の途中の標高1060メートルにある岳看馬は森林限界付近に生え、 積雪となだれ、強い風に耐えて成長した姿は独特のものがある。樹齢は300年程度と推定されており、全国居樹、巨木林の会の調査により、日本一のだけ看馬と言われている。登山には、主に、うさぎ平駐車場からと、平子沢登山口から登ることができる。大駒ヶ岳を通って、三津岳に至るコースと、あくり峠や 大文字山を通って三津岳に至るコースがある。あくり峠から東亜里山に重走するコースもあるが、笹やぶが深いため注意が必要である。昔、八戸の船六隻が漁に出た時突然、三津岳に黒雲がかかった。四隻は決まり通り港に引き返したが、大漁を狙い、決まりを守らず、漁を続けた残りの二隻は遭難した。 危うく命拾びろいした四隻の船の漁師たちは、三津岳の山の神様に守られたおかげと感謝し、御神塔を三津岳に向けて建てた。戸和田市大平等に、この御神塔は現存している。御神塔には、1803年5月15日と、刻まれている。5月15日は、戸和田神社の霊体祭の日である。大駒間岳山頂付近から見た三津岳手前に、 大駒畑特有の y 星一位がある奥に、と和田湖が見える、東北百名山地図帳。ありがとうございます。